続きまして作家であり活動家天宮明かりさんお願いいたします。皆さんお疲れ様です。天宮明かりです。連日の報道で大変じゃないかと思うんですけれども、私もさっきみんなと一緒に官邸前に行ってきて、本当に炎天下の中、もちろん入れてくれない安倍さんは出てこない、その文書も受け取ってくれない、そんな中で鎌田さんや佐高さんが熱中症で死んでしまうんじゃないかと思って、安倍政権が倒れるか鎌田さんが佐高さんが倒れるのが先かという、とっても緊張感の中で昼間を迎えたんですけど、こうして今無事に生きてこうで迎えられてとっても良かった。安倍政権を倒すまでには誰も倒れちゃいけないと、そう切に、願ってます。今医療の話があって、私99年と2003年にイラクに行きました。湾岸戦争から8年後の99年、もうがんや白血病の子どもたちが本当にたくさんいて、戦前戦後の子どもたちがたくさんいて、もうそこから日本の戦争への日本の先生の加担というのが始まっていて、そういう現実が劣化ウラン弾による健康被害がイラクで山ほど起きているって知っているにもかかわらず、またイラク戦争に真っ先に指示した日本というものがあって、そのことへの総括や検証が一切できていないし、イラクに派遣された、あるいは他のところに派遣された自衛隊の自衛官の自殺者の問題も何一つ明らかになっていない、そういう日本がやってきた、日本が今まで、加担してきた問題に全然検証も総括もされていない、この日本がそういった政権がまた集団的自衛権だとか、その安保関連法案だとかをやる資格は全くないと思います。そんなことをやる前にもっともっと前提としてクリアしなくちゃいけないことが本当にたくさんあって、今本当に若い人たちのデモがもう全国各地で、私も追えないほどにやっています。今度は高校生のデモが2日にあるそうですけれども、本当に2日にありますね。本当に民主主義の機能不全が起きている中で、こうやってみんな集まって日本の民主主義を問い返すという動きが、起きているこの状態で、本当にこの力を最大限高めて、で本当に声を聞かない政権、私たちの声を全く無視して、どんなに世論調査の結果が出ても全く無視している、こんな政権をこれ以上むさぼらせてはいけないと切に思います。みんなで本当に本気で、もう参議院で始まりましたけれども、私たちにできることたくさんあると思うんですね。いろんな情報を伝えていくだとか、質問してくれる議員の方だとかに、そういったことをなんかも含め、街頭での行動も含め、こういう集会やデモも含め、とにかく得れることを、本当に熱い中、誰も倒れないように安倍政権を倒すことをまず最優先で、絶対に早いにしていくということを最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。